今ですね、バイオマン、バイオピンクなんですね。バイオピンクなんですけどね、ピンク5というらしいんですね。ピンク5。ブルーはブルースリーなんだという話で、要するに、まあ、古い話をすれば、アオレンジャーというのは、ブルー2ということですね。まあ、ただ、バイオマンに関して言うと、ブルースリーなんですか。バイオマン、その前に、ダイナマンですかね。ダイナマンっていう場合はですね、ダイナピンクと言っていいみたいですね。うん、で、この人が、ウルトラマン AT の、なんですか、女性ウルトラマンみたいなね、そういうのも演じてたみたいで、そうすると、1981年ぐらいでしょうね、おそらくね。うん、そうすると、オレンジャーが75年だと思うんで、2年ぐらいやってるんですね。そうすると75年76年、77年がジャッカ電撃隊かなんかですね。77年、でちょっと休んでますからね。78年79年、79年かな、あれがバトルフィーバーで、そうすると80年代80年が何だったのかちょっと分かんないですけど、まあダイナマンと81年でしょうかね、ちょっと分かんないですけどね。まあまたちょっと調べてみようと思いますけれども、はい、今塩コショウしましたが、まだちょっとですね、赤いというかレアであることが分かるかなと思いますね。